赤崎せよ赤崎せよマシマシ TV です、はい、さあ今回登場しましたのは藤原製麺、うん、妥協豚キングということで、袋麺、袋麺の、うん、まあ、北海道のね、うん、豚キングさんの袋麺ということで、はい、ちょっと食べてみたいと思います。準備していきましょう、まずですね、豚キングは味噌なんですね。あ、そうですよね。なるほどね。そうなんですよ、味噌味というかちょっと珍しいですね、うん、で、麺はまあ一袋入ってますよということなんですが、なんとこれ6分煮込んでくださいと。長いですな、袋麺の中ではやっぱ長いね、これね。ね、それからあの調味料なんでこれめちゃくちゃいっぱい入ってるという、はい、これすげえいっぱい味噌入ってるんで、はい、よーく、6分後に火を止めてから混ぜてくださいって、はい、ね、さあ早速もう丼に入れていきますけども、あ、麺は 70g ということで、まあ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 ですね、まあ、まあまあです、インスタントラーメンだな、え、おえ、おい、いや、なに、なんだこれ、なんすか、いや、何か教えてくれよというわけで、ちょっと先に結果なんだ、先にこちらをね、見てください。妥協豚キング、野菜抜き肉が、いや、シンプルすぎる、シンプルです、野菜抜き、先ほどのはこちらです。ちょっと待ってくれよ、日清の、混ぜそばラー油マヨということで、いや、関係ないでしょ、これ、これをね、今回合わせていくんですが、豚キング本来妥協しないとこんなにすごいということで、いや、もう、妥協しすぎだよな、ちょっと妥協しすぎたんで、合わせ技で何か食べないとなと思って、いや、麺の麺、だからって、UFO とは何だよ、麺を麺でね、おかずにして食べていきますんで、じゃあまずはどっちがおかずなんだよ、いや、そうだね、まずはね、スープがある方から飲んでいきますが、これね、濃厚ですよ、非常に、はい、非常に濃厚で、まあ、あの味噌の量だからね、そうだね、ガツンときました、さらに麺はかすかにちょっとざらつきがあるような、わしわし感の再現がよくできてるよという面で、ございましたね。まあ、つるつるつるといきましたけども、ざらつきはあるよということで。さあ、そして UFO! UFO です。いやいや、だから。これなんかね、醤油混ぜそばというもう商品名なの。あ、へえ。ちょっとね、焼きそばとはかなり遠い。あ、そう。食感です。もう混ぜそばとして出してるから。そうです。ラーメン系として、いいと思う。沼うま、沼うまです。沼うま、はい。沼のようにうまい。沼が美味しいよ。いや、もうこれね、あの表紙に書いてあるから、もう西さん、あ、そうなの、あ、そうなの、オフィシャルで書いてあるし、沼馬と、まさこれは申し訳ない、はい、沼馬です、これは、はい、というわけで、フライドオニオンまた登場しました、好きだな、これ好きなのよ、フライドオニオンね、もう全然なかったじゃん、ちょっとずつ使ってますけど、使い切るな、もう、味噌がね、染み込んでこう、うん、スープがある方ではジュワーっとこうスープが染み出して美味しいですね、うん、そして混ぜそばでは期待通りのですね、まあまあまあ、フライドオニオンのカリカリ食感、これが合わさって、まあ、やっぱりふりかけとかをかけると美味しいですからね、混ぜそばっていうのは、まあ、ね、フライドオニオン、まあ、自分で作ることもできるんで今度やってみたいと、はい、こんなオニオンね、さあそしてきましたコンビーフハッシュです、何個食うのマジで、いやー、やりたい放題ですね今回ね、マジでそうだな、半分ずつで、ラーメンの方を後にしたんだけど、これなんと牛の脂がね、いっぱい入ってるんで、まあ、これをちょっと油ということで使ってるというね、たっぷり入ってるんでね、さらにですね、こちらの商品なんと、うん、バレーションも入ってるんですね、そう、ビーフポテト混ぜそばとして、そっちより、まあ、どっちだよ、あの豚キングで北海道が漁ってたところで、えいいんじゃないですか確かにね、うん、そのことについてはですね、こちらでなんと北海道と言ってましたか、ね、ということで、ね、あ、なるほどね、まあ、食べてる場所が埼玉県ということですごい、もう中間でもない、北から南からもう食べてる場所は関係ないよ、関係ないですか、日本、中央無人セットでね、野崎のコンビーフよりちょっと味薄めなんでね、あ、コンビーフといえば野崎ですもんね、野崎ですね、どこだった、ね、あれこれはどこ産地なんだろうか、あ、どこなんですかね、野崎です、はい、あれ胡椒もバカうまっす、やっぱり、まあまあまあね、胡椒入れたらバカうま、やっぱりバカうまでしたね、うん、ラー油マヨポテトコンビーフブラックペッパーフライドオニオン麺です、もう一回言ってくれよく、もう一回頼む、テロップがないと、アンコール、アンコール、同時に完食で、言えませんでしたが、会員完食、これぞ会員完食です、ごちそうさんでございましたということでね、さあマシマシステータスですが、麺量しか測れなかったんで50です、やんなくていいよじゃん、50ねということで、ね、珍しいっすね、ニンニク入れないの、あー、ほんとだ、はい、野菜もそうだね、俺、ニンニクも、いろいろ全部抜きにして、うん、豚キングの麺というのがどんぐらい美味しいのかっていう、コンビーフ入れたじゃん混ぜまくってたじゃん、そっか、だとしたらニンニク入れてもよかったのか、いや、そうよ、やっちまったか、これは、うん、まだ、一応ね、まあ、まだあるから、ね、まだあるっていうのと、結構豚キングさんのこれね、取り寄せでも売ってるんでね、ぜひともこの期間チャレンジしてほしいっていうと、うん、UFO の方はね、あんまり売ってないんだよね、あ、そうなの、アロマゼそば、そんなにコンビニでは見ない、
声優かどっかで見つけたのかな俺。あ、スーパーの方ですね。そうなんですよね、だからあれを同時に配信したのは世界初です、おそらく。まあまあそうだ、やったぞ。発想がないからねこれ組み合わせようっていう。なんでやったんだと思ってるもんね。あ、そう、まあ、シンプルに足りないんだよね、いっぱいじゃん。いやいや、増せよ。そこもあるんだけども、ということで皆様合わせ合わせやってみてくださいということで、ごちそうさまでした。Thank you.